はい、えー、皆さんどうもおはようございますこんにちは、こんばんは、えー、レックスンリ講師の宮口です今日はですね、何のお動画であるかというとこれですねはい、えー、2020年担当試験合格目標の、えー、ゴールドウェブ講座、弁理士、えー、ゴールドウェブ講座です えー、宮口の担当レボリューション、ね、これもうねどんぐらいになるかな多分2014年ぐらいからやってると思うんですよ私の記憶だとねということはもう、えー、ざっと6年、うん、6年経ちましたね最初はね担当エボリューションだったんですよ進化する、ね、でももう革命まで来ましたよ、ねーえー もうううやっぱり革命というべきでしょうねこれあのこれ何回も言ってるんでまた言ってるよと思うかもしれんけどねやっぱあまりにもインパクトが強いんであのどうしても担当に受からん人がいたんですよ。うん、もうあの34年やってる人はね34年やってて論文はまあまあ得意なんだよ担当がめちゃくちゃ苦手な人がいたんですよ。であの しかもどんどん下がってたんですよ。あの1年目30点2年目27点3年目が9点ですよ。すごいでしょどんどん下がってるんですよ勉強するのに普通の講座とかも受けてんのにね、それでも俺んとろに来ましてですねその方土下すればいいとですかまああの宮崎弁で言いませんけどねあの東京の人なんで、えー、で、あの、だからして期間講座もう出たくないと。ねもうあの 機関講座が出るといほら、知り合いとかにいてね。あの、なんだお前、まだ浮かんねえのかみたいなね。目で見られると。ね、そんなことないんだよね。全然そんなことないよ。うん。でも、まあ、本人の意思を尊重し。まあ、出たくないっていうんでね。れだったら、これでいいじゃないかと。ねえ、タンレボ。これでいいじゃないかという。アドバイスをしたんですよ。これだったら、ほら。家でね、こっそり勉強できますから。ゴールドウェブ講座ですから、なんたって。ねえ。 あだからもう誰にもバレずに勉強できると。えー、それでまあ話をはしりますとですねその9点だったあ彼がですね翌年ねタンレボをやった年、えー、タンレボを勉強して翌年の担当試験です。なんと43点で受かりました。あこれはあのノンフィクションです。脚色なしですよ。あの嘘なしです。えー まあ、あのー、本人、えー、いますから、実在しますからね。あだ名もついてます。ね。でも、あのー、言うと、ほら、特定されますから。ここでは差し控えますけどね,ね。まあ、ある俳優さんに似た方ですわ。ね。ある俳優に似てます。結構、あのー。何人似てるかな。ふ、不揃いのリンゴたちとかね、出てますよね。<laughs> あのー、分かってしまうかもしれませんので。もうこれ以上。言わないでおきましょう。はい。 えーっとそれではですねあのー、まあどういう講座かとねここにね体型別でもない年度別でもないとじゃあ何なんだって感じですよねまずあの体型別っこれですわねレック体型別ちょっとあの2018年で古いんだけどね、まあ、手元に手元にたまたまあったんでねこれってあのこんな感じですよねなんか法制ああ、まあ、だったら法制みたいな体型的ですよね。ああ まあいいいいんじじゃないですかって感じではい、ところがこのタンレボのすごいところはですねなんともうあの枝枝ごとに分解しましてもうちょっとお,お見せしましょうか、うん、あまずねまずオリジナルバージョンがどういう感じかとねもうこれあの授業やったあとなんでちょっと待ってくださいあの何も色がついてないやつがいいですよねはいじゃあまず スプレッドシートっちゅうのがありましてですね、えー、ほらあ1条は出たことないんでで2条とか、あのー、あるでしょでここにね3条平成16年ってあるでしょこれが一つねポイントなんですけど平成16年ですよそしたら16171819202122324252627282930で1と令和元年16年ですよ すごいですよねこれ16年あの体型別が10年ですから16年分っていうのはねちょっと凄まじいですよねここまで気合の入ったあの過去問講座はないと思いますねはいでもちろんほら令和元年ね R1 で表示してますからこういうのがね新しく追加されちゃるわけですでこのね 3, あの、まあ、3段階に分かれとるのはね ステップ2はまあまあかな標準的かなみたいなステップ3ちょっと難しいねこれはっていう。うん、で私の主観でまあまあ選んでるんでねあの皆さんにとってはステップ1でも難しいのあるだろうし逆にステップ2でも簡単に思えるのもあるだろうからね、まあ、それに関しましてはあの皆さんが独自にねそのアルファベットで ABCDE とか。 あのまあ独自に、えー、ランク分けしてもいいと思うんですよ。ね、で最終的にその、まあ、A, A に持っていくと。ね、どういうことかというとね、あのー、どういうことかと言いますと、はい、ちょっとこれお見せしますけどね。あのー これまあ実際、版書ああのね、私の講義ではあの、蛍光ペンが必要になってきますんで、まずあの、これ、準備しておいてほしいなというのがあります、その前に。ね、ほら、ピンク、赤、ねピ、ピンクってこういう色ですよ、うん。ピンクね、重要事項、重要キーワード、直接事項、主人公、こうとかね、特許あ出願人、こうとか。で、赤はね、まああの、ピンクの補助的な役割やね、 うん、まあ色をいろいろ使いたい場合のスケットスケット外人みたいな感じジャイアンツで言うとクローマティみたいなねフルはいで、えー、っとオレンジ直書き家庭系限定事項論点問題提起などねうんで黄色は具体例ねあとまあ被告の、まあ、いいやつ戦勝権者などあと特許査定などのめでたい時あと最新の改正事項ねだからね 例えばあのほらここに令和元年とあるじゃないですかこういうのちょっと黄色で塗っていくとこういうのね最新の問題だからねそう,そういう感じでやっていくとで緑はねもう理由付けですわ緑は理由付けです大丈夫ですねで青はあの、正し書きとかのぞき書きとか否定否認できないとかなんか否定的な内容ね侵害者とかの悪いやつみたいなあ,あで紫はね青の補助ですわね 紫は皆さんねあ,のあとまあムラムラ着てるときなんかはいいんじゃないですか紫使ってね紫こうりましたねほら、えー、青の補助的役割色をいろいろ使いたいというか助っ人外人ね例えばレジー・スミスみたいなね古えーえー、っとさあそれではですね、えー、まあそんなもんですそれでね次に あのー、担当のねあのさっき私言ってねランク分けですけどこれね皆さん自分でやるといいんですよこれはほらスプレッドシートと俺が分類してるから皆さんにとってねはい超簡単これは丸×のみならず根拠も分かるようなやつを A ってつけるんですよもう枝ごとにあ早速ねやってみましょうかじゃあね解説冊子っていうなんですよで皆さんねあのー、解説冊子のほかに問題冊子っていうのがあるんですわうんうん でね、えー、っとえー、っと問題解説冊子は私があの授業で扱うのが解説冊子ほらもうこういう感じで1条出てないから過去に2条からねステップ1の問題からスタートしてるでしょこんな感じで色を塗っていくからねええー、そ,そういう感じで,、うん、でところどころ時系列も載ってたりしていいでしょで緑理由付けねうん。 特許のの存続期間は手続き期間ではでで、ないこれ理由付け、ね、だからもう休日あってもその日に終わるぜっていうねそういう知識です。はい、でえー、っとですねあの令和元年があ4条で出てくるんですよ。4条、令和元年のほら黄色で塗っちゃうやろ黄色であ。黄色で塗ってます でもこれ間違ってるから青出塗ってるのほら特許庁長官は遠隔または交通弁の地にあるもののため請求のよりまたは職権で特許さんについて、えー、と出願審査の請求をすることができる期間延長できると審査請求期間は延長できないよ延長できるのはね、えー、まあ再審請求期間ね特許料納付期間あ46条の第1項3号のお期間 えー、それから著作審判請求規範この4つのね法定規範これが4条に規定されちょるわけですわあ、まあ、だからねだめ罰だから青で塗ってるとねそれでちょっとあの問題冊子はね俺全然授業では扱わないのよでちょっと皆さんねこれ問題冊子やからこれ問題だけしか載ってませんこれ、ね、あの解説と同じ順番で載っけてますちょっとやってみようかうん じゃあ平成29年の5番がね来てますけど特許権者は事故の特許権を侵害する製品を製造し譲渡や輸出をしているものに対し侵害の停止を請求すればお俺ちょっと邪魔か邪魔だったらね消えますよね隣の邪魔だくんって感じで消えますわおそういえばねペンありがとうございますこれいただいたんですよこれいいわありがとうございますこれいただきもんですこれちょっと早速使ってみる、ね、あいいねこれうん。 特じゃあ自己の特許権を侵害する製品を製造し譲渡や輸出をしているものつまり侵害者に対し侵害の停止を請求する場合侵害者は当該特許権を侵害する製品を製造することだけを立証すればその侵害者に対し、えー、譲渡や輸出の差し止めが必ず認められると、ねえー。これはねまああのー、常識でわかると思うけど。 えー、3つの雇用を差し止めたいというわけだねほら製造譲渡輸出ねこの3つとも差し止めたいと、えー、でこの人はね製造だけを立証すれば製造の立証をすれば他のやつも、あのー、差し止めることができるとうそう書いてるんですよこの問題はねでもね製造しか立証してないんだから譲渡輸出 これ必ず差し止められるってことはないですよ。製造だけですよ。えー、製造だけね。だから、これはあのー、まさに2条以降のね、えー、これ根拠条文はま22、あ、条3項1号でしょうね。物の発明でしょうから、製品とか言ってるから品とか言ってるからね。そう考えるとあのー、製造だけ話に。 えー、譲渡輸出の立証もせないかん。ということで、×っていうのは分かるわね。大体いいこの「必ず」っていうキーワードがねあればもうあの98%ぐらいの確率でね×なんだから。ねあのーまあ、そういう感じで、まあ、あの答えは鉛筆かなんかでね俺鉛筆ないかえあの鉛筆で例えば×で書いておくわけよ。ねそれで、あのー、簡単なもんだやろこれ、うん。だから それこそ鉛筆ああええわねええもうペンでもえ,えわうわ、ん、だってえより簡単なやつねえんだからこうやってそういうことよ分かったうんじゃあちょっとあのステップ2見てみようかこれはどんぐらいの問題かね学術団体が開催する研究集会の予行集があせっかくこれも頂い,いたんでね使わしてもらいますグリグリグリみたいなね <laughs>、はい、えー 学術団体が開催する研究集会の予行集が2019年2月28日に発行された。こロ場合の新規クセイ・の例外の規定の適用を受けるためには2020年2月28日までにあの特許支援をせないかんと2020年の。さあ、げんね、これ。さあ、げん思うよ。うん。だから一応出せば確かにこの日になるよな。 しかしよくよく考えてみたらねこれあの翌日帰算主義でいくとあのえっと2019の3月1日からまあ帰産するわなうんそうするとえー、まあ,あの1年ですから新総令の今適用期間はねだからまずまあ3月があるわね4月5月。 六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月、一月、二月。うわ、苦しい。で、二月ね。ほら、これでようやくですね。あの。えっと、どういうことになるかというと。一二三四五六七八九十十一十二と、ほら。 12ヶ月目ですよああだから2月の終わりはいつね2月の二0 2 0年ですよオリンピックイヤーですよオリンピックイヤーの2月はウルーとしてわれてる2月29日ですということは土曜日やね土曜日やねえー、だから3月1日が日曜日ですわはいであの末日休日の取り扱いで 3月2日の月曜日まで伸びるのでこれは間違っちょるぞとね間違っちょるぞという感じの問題なんですよ。どうちょっと難しかったやろああだからねまあ三乗の知識は聞いてるけどねえー、っと3乗の知識は聞いてるけど三乗1項2項の。あ まあ、あの私みたいに、ね、こう根拠も言えれば A ですけどうわちょっとこれ難しいなっていう人はね例えば C にしておくわけよこれあのシャーペンかなんかでね、うん、それで2回目やるとこれが B になり3回目やるとこれが A になるやろだからここはシャーペンかなんかで書いとくあ消せるボール消せるボールペンでもいいよフリクションかなんかでもねいいからそんな感じなんだよ分かったこれを問題させてそうやるとね で私は問題冊子は汚しませんので解説冊子をバンバン汚していきますね。であのー、D はねディフィカルトの D だから皆さんディフィカルトね。ディディディフィカルトってこういう感じだっけ。ちょっと漢字が間違っあ漢字継りが間違ってたらごめんなさい。はいディフィカルトね。であのー、E はねこれはあのー、あのー、あれ難しい。 あるいは超難問、うん、これはねいい問題になっちゃうでしょ難しい全然よくないですよね難しい問題って全然よくないですもう BP ですよある意味ね BP でもいいです BP Bad problem ねっバ problem ねはいだからもうねこれい、e、いと読まないイプシロンですよイプシロン、まあ、イプシロンってこれだけどねイプシロンってねいい、e、と呼ばない方がいいイプシロン、うん、もう超難問 バッドプロブレムという意味。ね。はい。そんな感じです。皆さんあ。勉強の仕方分かったやろ。はい。それでね、あのー、まあ、他にもいろいろ売りがあって、この講座ね。スプレッドシートというのはそういう、そういうふうに条文ごと、それから、あの、難易度ごとにね。一条からもう枝ごとに。もちろん、あの、セット問題もあります。ちょっと分解できないような問題もあるんでね。セットで考えないといけないような。 穴埋め問題点かあるんだよね。であとね追試も載ってますよ皆さん追試追試はどげんすっかのオレンジで塗っとこうか平成29年追試これねあれなんですよ体型別には載っちょらんからほら平成29年まで載ってるってこれは2018年のやつだけどねこれ追試載ってないですよ残念だから。<coughs> はい ほら29年はあの普通の29年しか載ってないでしょ。俺のはね、追試も載っているんですよ。ちょっとお見せしましょうか。えー、っとね、肉追とか書いてるやつ。おお、ちょっとオランゲリオンで塗るからね。オレンジのことオランゲリオンっていうから俺。はい、ほら。追試ね。ほら、追試も分類しとるんじゃ。すごいやろ。おい。だからね、ある意味お得ですよ、この講座。 16年分とか言いながら実は17年分あると思っていいんですよええー、これはねそれだけでもお得だよね17年分ですよ隠れ17年あのと、ー、いう感じ、うん、はい追試も乗っちょるとそれからねオリジナル問題集これは何かというとねこれちょっと黄色で塗ろうかええー、これね あの知識の穴となる出題頻度の低いあるいはもう全然出題されてないという問題がね今後出る可能性あるわけでしょ、うん、だから過去問はねほら例えばねこれ見てごらんよあのこの辺結構密度高いじゃん、うん、だからこの辺もう過去問やってれば十分なんだよところがねちょっと見てくれよほら21条とか22条ねこれあ,のあれにも書いてるけど冊子にもほらこの21222426スカスカやろ ス、うん、スカスカやねこれ、うん、昔のあのドッカンターボエンジンのねあのアクセル踏んだ時のスカスカ感みたいな感じですよね、えー、はいであれ加速しないなと思ったらいきなりドカーンとくるんだよねあれがいいですよねはいであのー、このね、えー、スカスカのところこれを俺がですね あのこれ過去問ほらないわけですから、えー、皆さんのためにあの私がですね問題集を作りましたからえー、ちょっと見せましょうかあちょうどよかったこれ21条の問題がありますよ1問ぐらいサービスでお見せしますわねほーらちょっといいですか特日の位置ねえー、っとはい 特許、ルコル審判事件が特許庁に継続する場合において、あちゃんとこれ使わないとね、えー。場合において、特許権の移転がときは、審判庁は現特許権者に対してその事件に関する手続きを続行することはできない。×です。できるんですよ。ほら。×です。ほら。ね。解説。21条の規定の解釈については、 あの証券後は証券人に対してのみ続行でき、えー、現権利者に対して続行することは認められない趣旨であるとする意見もあるが判例通説は証券に対しても続行しもよく現権利者に対しても続行してもさすがえない、えー、趣旨であると解するでほらあと22条もねあの出しちょるよほらもう特別サービスでね 特許庁長,長官審判官は決定査定し神決の当本の送達後に中断した手続きの受刑の申し立てについて受刑を許すかどうかの決定をしなければならないこれは何のひねりもないじゃんこれ丸やろ、うん、ほーら丸やわではいそんな感じですだか,、ね、だからこの「タンレボ」のいいところはね、あのー、過去問だけやってるとね逆にこういうところ全然できないですよ 多分落ちますよよ試験もくだから例えば去年のタンレボでいうとさあのー、50ほらこういうところこういうところきょ去年まではスカスカだったわけですよでもあの令和元年で出たからね51条52条ねだからこういうあのタンレボ、まあ、去年からそういう取り組みやってますからバッチリなわけですよこういうスカスカのところが出てもね48の5なんてスカスカですよ、まああの 過去16年出てませんからねそういうところも安心なわけです。どうですかねいそれがね200枝あるんですよ。200だ。これありがたいでしょでしかも改正がまたね改正にも対応してるんですよああ。ちょっと読みましょうか。平成30年法改正。ねそれからあの審査基準改定。これはねオレンジに塗っていいです。 完了しますからね。はい。で令和元年改正これは本当に新しい。うんまだ施行されてない。ええ、で間に合う分についてはあのー、可能な限りっていうのはねそのほら施工日が、ま、間に合わないやつはもうしょうがないかなと思うんですよ、ええ。皆さんが来年受ける試験に間に合いそうなやつはもう対応させますよいうつです。ね。で,でその中でもね移称法がすごいんですよ。 その中でインパクトある改線3つ挙げますね一つはあのこれまで保護されなかったこれまで保護されなかったねええーうんねまあ、画像はね元から保護されてますけど画像もね物品と独立した形で保護されるようになるからそれもね書いとけばよかったですけどね。 であと関連症、もともとオレンジのイメージの強い関連症、これ倍になります条文がええであとこれはピンクにしようか存続期間ねなんと出願日から25年になりますよああそういうのね全部対応しとるってでその証拠にですねあのー、皆さんねこのねスケジュールを見てお分かりの通りそのまあ上4方はね まあ全部終わった後、上ェイオリジナル問題あのスカスカのところに取り組みというで改正の会も設けますでこれは移譲法って言ってるけどね移譲法以外も改正があった場合もうあの実はありますあの移譲法がもうめちゃくちゃ大変なんですがあの移譲法以外の特実とあのまあ商標うんわずかですけどね、えー、改正されております、えー、その辺もお一緒にやっていこうかなと。 思いますね、えー、で下三法も同じように、あのー、同じような取り組みです。ね、で改正不協法がやっぱり一番すごいからね不協法対改正対応かって言ってるけど、まあ、例えば著作権なんかとかね PCT とかねちょこまかうあの改正されたりしますから、まあ、そういうところもばっちりやっていくと。 まあ、改正の回終,終わりから言ってますけどねであのオリジナル問題集のね100枝100枝100100、うん、100で合計200って意味ねそれであのオーソドックスにこの上4方と下3方、これをきちっとやるとねであとね2つこの2つを両方取ると1万円ぐらい安いからね、うん、ばあのそれぞれバラバラに取ってもいいんだけどあのー 両方取ると1万円ぐららい安くなりますから、うん、これもあの、えー、私の動画のホームページの前後を見れば書いてあると思いますからね見といてください。えー、そうですねあとはまあこのここもおすすめとかいうところを見てみましょうか従来の過去問対策の非合理から解放従来の体系別や年度別の並びでは非合理な部分が発生していましたが 単レボではそんな日氷から受験生を解放しますもうやりたいところやりたい分野をやれるとやりたい分野をやれると自分のこう苦手なねところをすぐ探せると、えー、一目で頻度の高い低い見れる見,見分けができるとでオリジナル問題集さっきも言ったようにねスカスカなところを私が問題化していきますから、うん、いいですね。で崩壊性に対応、うん でさらに最終回は法改正まとめたダイジェスト版をやると。ねまあ、特にね、改正は独学ではもうこんなんですよ。うん。独学はまずね、不可能と思った方がいいね。ええー。はい。で、あと、あ、ミヤレジもね、そうだ。これね、3つの売りがあるんですよね。スプレッドシートでしょ。で、解説冊子でしょ。解説冊子を中心にやっていくからね、授業はね。 結構あの青本の理由付けなんかもふんだんに取り入れてるから論文の勉強にもなんだよ。で「ミアレジと。うん、まあミ荒レジはね単、まあ、基礎で使う「ミアレジに似てるといえば似てるんだけど、まあ、完全にイコールではないんです。ね、えー、まあミアレジあの一条から順にねまとめております。もう授業でもほら扱ってるもんだからね、えー。まあ一条から順にね。 うんまあ、コメントも軽く書いて極めて重要な条文であるが担当試験に出たことがない論文の勉強を兼ねて軽く青本読んでおこうとはね、まあ、妥当な無難なアドバイスがな,なされておるとであとね二条なんかを見ると実施の定義が書いてあるんだけどあっあ,あれかあの発明の定義も書いてます語呂合わせなんかもね苦心しますよほら自然力層高度のもの自然力層高度のものね覚えにくい人はねはい。 そして今度は赤レンジャー赤デー牛乳かなんかでね1号、2乗3個1号のものの発明についてはねほら「せしジョウユゆユモウやねこんな感じでほら語呂合わせもね取り入れながら、うん、2号はね単純方法で特に語呂ないんではもう短いからその方法を使用するこれそのまま覚えれなはいで3号はねものの生産方法の発明でしょ2号ほか2号のほかという意味はね 二語か生物、史上有夢をね、こういうふうに覚えていこうぜ。な、えそんな感じです。あ,あとね、他にもあの蛍光ペンいただきましたんで、ありがとうございます。あの芋虫型あの蛍光ペン。ありがとうございます。これね、ちょっとなんか芋虫のような雰囲気の蛍光ペンですよね。10色もい,らいただいて。さすがにね、ここまでは皆さん必要ないんでね、7色がベストです。7色。 これも、ね、いただきもんですけどねラ、えー、メ入りのこれこれまさにねあの理想の色が揃ってるんですわほらねだから皆さんね蛍光ペン探しにあの文房具とか行くと文房具屋行くとね楽しいですよ、ね、はいで最後にねもう時間がもう来てるんであの時系列もねこうふんだんに取り入れてるからほらね ただの文字だけの説明はなくて、時系列そこでこう説明していくようなね。うん、皆さんの理解を、こう。より、あの。理解を容易ならしめるための工夫がなされた。ね、であの。スプレッドシートも授業中、こんな感じで出来上がってるんだいいでしょカラフルで。うん。で、これ、カシオペアみたいになってるでしょこれ。カシオペア、ね。うん、これ、今年の問題、こ、うやって分布してるぞ、みたいなね。 スカスカのところやでっと赤で囲っち子るしね、えー、ステップ23の問題ねピンクで塗っとる従来型の、うん、で今年出た問題黄色で塗っちょるで何かこう施工施工規則みたいな施工例かこういうのオレンジで塗ってるとね、うん、でコメントもところどころこうね、えー、残しとるとねはいそんな感じですんであのー、いいですよこれ。 であのもちろんこの授業,の授業中ねあ最後にこれ言っとくあの私の講義ね2時間単位で進んでいくんですが実はあの3時間ぐらいの時もありますで本当はね3時間講義で行きたいんだけどほらね各2時間法改正だけ3時間実はすべて3時間で教えたいんだけど皆さんのためをもって3時間講義にするとあの講座の値段がぐんって上がるんですよ。だから2時間講義に抑えてますが 実質的には3時間近く教えてる回もありますからねえその点ご了承くださいそれを皆さんがあ,ありがたいと思うかもう2時間で終われと思うか、まあ、それは人それぞれだと思うけど私は良かれと思って皆さんのねあのこの受講料が安くなるように2時間にしてます2時間単位にでも実際教えてるのはあの3時間ぐらいの回も結構ありますこれは私が損してるだけですから皆さんには損はないです。はいね という感じで、えー、30分私の持ち時間過ぎました、ねえー、2019年の9月19日から配信可能になっており来年の7月 3, 3日まで、えー、あの7月3日じゃねえよ7月31日まで視聴できますねそれでは皆さん、えー、ぜひあの「担当レボリューション」でねその まあ9点から43点まで伸びたというのは極端な例かもしれませんがまさに革命的ですよ革命を起こすべく、あのー、皆さんのために提供する講座です。ほ、ね、か、あのー、に類を見ないタイプの講座なんでね、えー、あのぜひご受講いただいて体感してもらいたい体験してもらいたいなと思います。このの講座の良ささをぜひ皆さんに、ね、直に感じてもらいたいたなと 思います、ね、そして感覚が研ぎ澄ませてくるとねあの知識プラス感覚の研ぎ澄まされた状態でもって本試験に臨めばもうできないもんだからないもんでも解けるようになりますからねはいじゃあ皆さんそれでは、えー「担当レボリューション2020ね」ね最後はこの図をね、えー、これで掃除類似にしたいと思いますから。 はい、じゃあ終わります。